賃貸物件の所有者と管理者にとって、賃貸管理契約の効率的な締結と物件の効果的な管理は、不動産投資の成功に不可欠です。近年、テクノロジーの進歩により、賃貸管理契約の電子化とオーナー専用ホームページの導入が、これらの課題に革命をもたらしています。この記事では、賃貸管理契約の電子化と、特にオーナーにとって価値あるリアルタイム管理情報を提供するオーナー専用ホームページに焦点を当て、その重要性と利点について詳しく探究します。1. 賃貸管理契約の電子化。1.1 電子契約の便益。伝統的な紙の契約書から電子契約への移行は、多くの利点をもたらします。デジタル契約は瞬時に作成、署名、保存が可能で、物理的な書類の取り回しにかかる手間や時間を大幅に削減します。1.2 透明性と正確性。電子契約プラットフォームは、契約書をデジタル形式で保管し、必要な時にアクセスできるようにします。これにより、契約の内容や変更履歴が透明になり、紛争のリスクが低減します。また、情報の正確性も向上します。1.3 離れた場所からの署名。電子契約は、関係者が遠隔地からでも署名できる利点があり、物理的な距離を克服します。署名プロセスはセキュリティが確保されており、法的に有効です。2. オーナー専用ホームページの重要性。2.1 物件情報へのアクセス。オーナー専用ホームページは、物件に関連する情報へのアクセスを容易にします。特に重要なのは、管理のリアルタイムな確認です。2.2 管理のリアルタイム確認。オーナー専用ホームページを通じて、賃貸物件の現在の管理状況をリアルタイムで確認できます。これは、賃料の受領、支出の承認、修繕作業の進行状況、テナントからの問い合わせなど、物件に関連するすべての出来事やアクティビティを把握できることを意味します。例えば、オーナーはオンライン上で入居者からの賃料支払いを確認し、保険料や管理費などの支出をスマートフォンやコンピュータを介して承認できます。また、点検の予定や緊急の問題に関する通知もリアルタイムで受け取ることができます。このリアルタイムの情報提供により、オーナーは物件の管理プロセスを迅速かつ効果的に調整し、問題が発生した場合には迅速に対処することができます。さらに、収益性を最大化し、投資不動産の価値を向上させるために、適切な戦略を選択するのに役立ちます。則武地所施工のアパートの階段崩落事故からの教訓共用部分の点検の重要性。則武地所施工のアパートの階段崩落事故は、共用部分の安全性の欠如がもたらす深刻な結果の一例として、我々に重要な教訓を提供しています。この事故から得られる主要な教訓は、共用部分の点検が住民の安全と建物の耐久性を確保するために不可欠であるということです。以下に、この教訓から導かれる重要なポイントを示します。安全性の維持、共用部分の階段や手すり、エレベーター、消防設備などの定期的な点検は、住民の安全を確保するために不可欠です。事故が起きる前に潜在的な危険を発見し、修繕することで、安全性を維持します。建物の耐久性、共用部分の適切な点検とメンテナンスは、建物全体の耐久性を維持し、老朽化や損傷を防ぎます。これにより、建物の寿命が伸び、住民の投資が保護されます。住民の信頼性の確保。住民は、アパートやマンションの共用部分が安全で信頼性があることを期待しています。共用部分の点検とメンテナンスは、住民の信頼性を高め、快適な居住環境を提供します。法的要件の遵守。多くの地域では、共用部分の点検が法的に義務付けられています。これらの法的要件を遵守することは、法的なトラブルを回避し、罰則を受けるリスクを軽減する重要な措置です。財務的なコストの削減、定期的な点検により、問題が早期に発見され、修繕が効率的に行われます。これにより、修繕コストが高騰する前に問題を解決し、住民の負担を軽減できます。
則武地所施工のアパートの階段崩落事故からの教訓は、共用部分の点検とメンテナンスの重要性を強調しています。建物の管理者やオーナーは、住民の安全と快適性を確保するために積極的な措置を取り、定期的な点検を実施し、必要な修繕を行うことが求められます。共用部分の安全性を確保するための努力は、住民と建物の長寿命を保つために不可欠です。